レオン師匠のふかつりり「深釣り彫り」レオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今週もまた深釣り彫りのお時間ということなんですが、はい、今週はスペシャル版ということでですね。うん、レオン師匠がルアーニュース R さんで連載しているライトゲームマニアとの連動企画ということで。ですね。はい。はい ちょっといつもとより,より豪華なちょっと特別版としてお送りしようと思います。うん、はい。でですね、今回のテーマなんですけど、うん、ライトゲームマニアの連載にぴったりなですね、うん、ルアーのチューニングに関するちょっと質問をいただいたので、うん、そちらをぜひレオン師匠に教えてもらえればということでございます,です、ね。で、動画で説明して、かつライトゲームマニアの方へ原稿書いて、 であとリンク貼りたいんだよね例えばこう今回の質問だとねい,いろいろものがいるのさ今日はこういう企画だからもうこの辺に準備してあるんだけどお見せするものを、うんうん、だけどそれを原稿の方からだとリンク貼ってるからあの買おうと思ったら買えるじゃんすぐパッと例えばこれんだろうあとで説明するけどねはい、はい こういうのどこで買ったらいいのなんて必ずあとでまたダブル質問ってくるので今回はその原稿と連動させるっていうところだねそういう意味もあるので、はいうん、しっかりと説明していきましょうは,ーいはいじゃあ質問の方ちょっと読み上げてくださいはい質問がですね、うん、ルアーのチューニング方法について教えてほしいです DIY が普及してきたとはいえ 効果になり入手の難しいルアーやミノーに手を加えるのは勇気がいります。うん、1> 穴一つ取っても開けていい場所や避けた方がいい場所などがあると思うので可能であればそういったルアーのチューニングの実演やコツを教えていただければという質問でございます。<laughs> ですね。あのその質問見てね、思わずニヤッとしたよ <laughs> お<ー>つ。ついに来たかって感じでね。 そうですね今までもレオン師匠いろいろあのライブ配信とかいろんなとこでねチューニングってやられてましたもんね。ちょこちょこ小出しにね。で,でまあ早速いろいろと説明していきたいと思うんですけども、はい、まずね僕ちょっと今回の質問者の方には何て言ったらいいのかなまずまだ一末の不安があるの。 <laughs> はいはいはい、はい、質問者の方に対してでその高価なルアーに手を加えるのが怖い的なことをおっしゃってるでしょ、うん、はい、うん、そこがねちょっと一つ問題なんだよねまずまあなかなか最初は勇気がいりますよねうんいるかもしんないけどそこをまずなんとか振り払わないと払拭しないとそこを超えないとルアーのチューンなんてできないよね <laughs> 確かにうん ままあまあだからね、まあ、確か怖がる気持ちはわかるんだけども、えー、まずそこの心持ちからちょっと変えてほしいなと思います。うん、でじゃあ、どういうふうに考えたらいいのかということで、順を追って説明するんですけど、まあ、いろんな方がね、はい、あの見ていただけるはずなので、一つはね、あのー、プラグのチューンとか、そういう、敷居の高いことじゃなくて。はい ルアーのライトチューンで考えまましょうまずおーーなるほど、うん、ルアーのライトチューンって言ったら何言うまず。うーん、まあ、もうシンプルなんだとフックを変えたりフックチューンねうーんちょっとブレードを足してみたりとかブレード足したりねそうなんかこうあんまり穴を開けたりどうこうっていうよりこうス<う>トリートリングをいじるぐらいの何かでできる範囲っていう感じですかね。そう。そこら辺からちょっと説明していこうかなと。 はいい、うん、お願いします、えー、フックチューンそれからパーツチューンねはいでカラーチューン、うん、まずこの3つを掛け足でいきましょうかはいあとが長いのでそこそこはいじゃあまずフックチューンからね説明するんですけどもえー、っと画面共有で見てもらいましょうはい,はいちょっと写真フォルダー開きました ははい、い。ナッツジグですね。ね。ううん、うんん。ん。えばの話だよフックチューンはね皆さんご存知なのでもうざっくり見ていただくんですけど例えばインクスレベルのナッツジグ一つとってもううん。うん。簡単にいろんなチューンできるわけですよ。でこれは釣り物とかロケーションに応じてやることだよね。はい。例えば一番上これはハゼクラ用、ハゼクランク用のアシストフックがつけてあります。はい。 でそれ以外はもう完全にノーマルの夏にこのアシストフック打つだけでハゼクラのフックなんだけどちっちゃい魚がいろんなものが釣れるようになるの。うん、うん、なるほど、うん。例えばじゃあどんなものっつったらまずキス釣れるよねこれで。はい、うん。このノーマルのフックじゃかかりにくい魚例えばキスであったり堤防際だったらスズメダイだとか。うん、うん えー、あと川に行くと川むつがいるよね。ああそうですね。川むつこのフックでもかかんなくはないんだけど、うん、やっぱアシストフックがあるとね、よりかかりやすいし、うん、何よりこのチューンはマハゼ用にし,し,たしたチューンなの、これもフックチューンの一つです。で、まあ、つ,ついでに言っとくんだけど、このアシストフックって、ここが、はい。 普通フロロ使ってるじゃん。そうですね。このね、白い糸がかなり。マハゼに対して吸引力があるらしい。ああ、なるほど。これにこうめがけてやって。くるこれめがけてくるし、だからこれ。フロロの人は損ですっつったようなハゼプロが言ってた。おお、なるほど。うん、で、赤針は当然意味がある。うん。うん、赤針はあんまり意味がない。って。一時期言われた時期もあるよね。うん。 いろんなそのルアーの中で赤張りが効果があるのかないのか論争みたいなのが過去15年20年前に何回も繰り返しあったんだけど、うん、ハゼとかねテーブル系の小魚はねこう結構赤色って好きなんだよやっぱり、うんうん、だからそのオレンジの糸で巻いたり赤張り使ったりで紅白で白使ってっていうなるほど、うん、まあこれも一つの復調のあり方考え方だね。 でえー、夏グは水平の抱き合わせフックがついてるのね。はい、これはやっぱりあの僕たち大好きな公安部の根魚を釣る際に、うん、ブレードが下敷きになってその上に抱き合わせフックが2個乗ることによって非常に根がかりが軽減されますよという仕組みなわけ。うん、じゃあこれをこのまま表層直下を巻いてアジとかメバルを釣るときにどうなのかっつったら魚は下から突き上げてくるので。 うん、このブレードが邪魔をしてフッキングしにくいよねはいだからそれに対応したチューンがその下のチューンねトレブルですねそうそうトレブルフックにしてなおかつブレードをフックの上につけてるの、うん、つまり下からメバルなでアジレを食ってきた時がブレードに当たるんじゃなくて先にフックかかる、うん、でトレブルフックだからよりかかりやすいとなるほど 一番下はよくあの市販で売ってるアシストフックだよね、あのマイクロジグ用のイ、はい、ンのね。うんこういうのもありじゃないかなっていうのがあるよね。それから、もう以前にも皆さんに一度お見せしてますけど、フックチューンというよりカンナに付け替えてるバージョンね。うん、うん、この緑色のが熱収縮パイプで、えー、このイカツールという。 S, S サイズをスプリットリングで接続するんだけどその前にこのパイプを入れといて、うん、でスプリットリングで接続したらライターか中でふわーっと炙って、うん、出来上がりというねこういうチューンもありますそれから大きいところで行くとナッツジグにトレーラーをつけるというパターンね、うん、これも一つのフックチューンだよねはい でダブルえー、シングルフックの水平の抱き合わせだとトレーラーチューンはしにくいのであのシングルのプラグ用のフックをつけるとこういうふうにワームがつけやすいと。でこれもねかなり非常に効果的なチューンなのでこういうのも試してほしいですね。で上はこれは市販の平らばネクタイフック。はい。はい どうしてもマダイの場合ね、あのこういう仕組みの方が釣りやすいっていうこともあるし、うん、ジグとタイラバのハイブリッドのようなね、使い方ができるので、うん、まあ、こういうのも試してほしいなと思います。はい。まあ、フックチューンはね、あの今更ここであの、詳しくやるほどのこともないと思うので、これぐらいさらっといきたいんですけど、はい、次はね、カラーチューン。はい。 フックチューンをする人はねたくさん見かけるんだけどカラーチューンする人少ないよね。そうですね確かに。意外にいないんだよね。うん、うん。で僕なんかはカラーチューンはねめちゃくちゃしました。最近インクスレベルを起こしてから製品でその自分がカラーリングしてるからカラーチューンしたくなったけど昔はねすごいカラーチューンしてたよ。 うん、で、あの自分の中でそのカラー理論が一定のことが固まるまではもうあれこれ試したくて、ね、やったお<ー>、うん。でね、一番最初にやったのがね、あれタチウオのジギングがね、25年、30年前ぐらい、瀬戸内広島で大流行りだったのね。お<ー>めちゃくちゃたくさんいたので、でっかいやつが指6本とか7本とかね。すごい。 でタチウオのジギング、メタルジグでやってると、日替わりなんだよ。ああ、やっぱカラーでね、その日の当たりカラーが。うんうん、メバルとかアジーではあそこまで感じたことないけど、うん、タチウオは非常にカラーにうるさいので、じゃあ、その気に入ったジグを5色も10色も買うのかと、どの色が効くかよくわかんないのになんか効率悪いよねってなったわけよ。なるほど。 で、友達と二人で、えー、シルバーだけを購入したの。はい。箱買い。<laughs> シルバーだけをね。うん。ええー、と、二人でね、200本買ったのかな。<laughs> シルバーだけ200本買って。で、これに、マジックインキーで色塗るんだ。現場で。おー。あの、大抵ほら、乗り合い戦だから。うん。 で真っ先に釣れた人のジグの色をパッと見るわけさ。<laughs> なるほど。あ,あゴールドがいいんだみたいなね。イエローがいいんだみたいな。グリーンがいいんだ。とで例えばシルバー1本持ってれば、うん、これに黄色塗るとゴールドになるの知ってるよねキューベぐらいだと。<laughs> はいそうですね。見事にゴールドになるんで黄色塗るとね。なりますね。うん で、そんなときに何を使うのかっったら、これもね、ちょっと画面共有しますね。えっ、ー、とね、何かというとね、マジックインキなんだよ。お<ー>マジックインキ。インクじゃないところがすごいね。<laughs> <laughs> マジックインキ。<laughs> はい。あのー、マッキーでもいいんだよ。はい。マッキーでもいいんだけどね、僕は、 <laughs> ずっとこの寺西科学のマジックインキ使ってこのタイプ昔からある名作シリーズですねうんこれがねあの塗りやすいんだよすごくあのジグとかプラグでもすごく塗りやすいのこのマジックインキ大型はい、うん、これが一番使いやすいいろんなタイプあるのはあるんだけどさ、えー、ルアーチューンにはこれが一番楽だね うんうん、マジックインキー大型の8色セットとか12色セットとかうん、うん、まああのどこでも売ってるかと言われればちょっとね分かんないんだけど僕はネットで「モノタロウ」とか「はい作るとかで買うのは安いからうん、うん、ホームセンターで売ってるかもしれないこのマジックインキーがおすすめですなるほどこれ1本あってジグならジグでシルバーだけ持ってるやもう現場でその 8色12色の組み合わせでベリーだけお腹だけ赤い出て、うんえー、左右ボディは黄色塗ったらゴールドになるわけじゃ、うん、あるいはグリーン塗っても何塗ってもいいんだけどボディーがこういうシルバーのメタルジューだとね何塗ってもそれなりにいけちゃうのよ。うん、えっと昔使ってたやつのむ紫が今ここ出てきた。お<ー>よいしょ 東京湾ではタチウオでやっぱ人気ですね。紫なのよ。紫,<だ>紫。<laughs> 紫なのよ。<laughs> で、このシルバーへパパーと塗るね。で、この油性マジックインキの素晴らしいところは、ホロがね、全部透けて見えるの。ああ、なるほど。うん。だからね、あの、マジックインキで塗ったようには見えないから。 のせっかく貼ってあるフォローも殺さずに使えるという。ほら、こんなに綺麗タチウオカラーですね。も<う>完全にタチウオカラーん、ねうんうん、<laughs> ですね。うん、ね、フォローを殺さずに、つまりマジックインキってこれ、意外にね透明なんだよ、うんうん。透過性があってさ。だからこう、プラグでも全然これでいけちゃうのね、うんうん。まあ、こういう単色にしてもいいし。 ちょっとベリーの他の色を反対色を入れてみるとかね。うん。あるいはシルバーのジグをこういうレッドヘッドにするとかね。うん。うん。そういう時にね、非常にね、便利だなと思います。それとね、ちょっと変わったところではね、僕のおすすめはね、これがちょっと見にくいだろうな。これはあの原稿の方の概要欄に貼っとくね。 はい、ペンタイプのとで書いたいロームマーカークロームなんだようーん逆さまがこれ <laughs> ゴールドとそれはシルバーですかそううーんこれはゴールドでもシルバーでもないものがゴールドシルバーに早変わりするんだよおお ちなみにこれシルバーでなんかないかなうん。例えばこういう透明のキャップ。はい。これがね、あの、マジックインキみたいなペンが太いのがあったら助かるんだけど、残念ながら今んとこないんだよね。ちょっと塗ってみるね。 寺西工業さんに聞いてみようかな。こういうのないのかと太いやつ。おお<ー>、クロームだったでしょ？いいですね。うん、ちょっとカメラでは見えにくいけどね。うん、アルミ箔貼ったようになるんだよ。そうですね。うん、うん、でこれのゴールドもありますよっていうことね。でこういうのに、ちょっとあのキラキラっとフラッシングするような差し色をしてやると非常にガラチュウもね。楽しいし。 ある場面においては非常に効果的なこともあるので、まあ、カラーチューンはその辺ちょっと試してほしいかな <laughs>、はい、すぐできますねすぐできます、うん、でパーツチューンはねもうあえてあんまり見せないけどブレードチューンって流行ってるじゃん流行ってますねなんで流行ってるかというと、ね、ブレードチューンはカラーチューンよりもはるかに信頼度高いああなるほど カラーはねあの、自分が気に入ってるだけで、本当にそのカラーが、だからこそたくさん釣れるのか、よく釣れるのかっていうのは、ちょっとわかりにくいところがあるよね。うん。でも、ブレード効果っていうのは、ものすごくはっきり出てくるので。うーん、確かに。うん、だから、あのー、えっと、キスって、えー、メタルキスゲームの人がいるよね、プロフェッショナル。アニーさんですねあ。海賊野良猫アニーさん。はい。はい アニさんはあのメーカーさんにお願いして、もうこれの3分の1ぐらいのマの、ね、ッチピコブレードっていうのね、うん。はい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 、作られてましたね。そうで、えー、バスの世界じゃもう当たり前になってんだけど、ここにもフックの横にもちっこいブレードつけてね、うーんで、あのフラッシャーもつけてね、うん食べ物でいうところの,あのマシマシ状態にしてね。<laughs> <laughs> マシマシチューンは時と場合によって非常に聴くことも多いので、まあ、パーツチューンもね楽しいので楽しんでください、うんはい、じゃあいよいよ本題に入るんだけどここまではまあ<い>誰でも手を出せるその、うん、ドアを壊さなくて済むチューンで、はいはい、えー、っとねいろんなチューンにもいろんなことがあるのでねまあ 話のネタで覚えておいてほしいんですけど。はい。最低限やっとこいりますよ。はい。やっとこ。はい。これはね、常に。あのバッグの中に入れといて。これコンパクトのちっちゃいやつでしょ、はい、う。ん。これ実はね、手芸用のやっとこなんだよ。へえ<ー>。ビーズとかをこう。はいはいはい。お姉さんたちがやるやつ。うん、うん。これが一番ね、僕は。釣りしに向いてると思ってる、実は。うん。えー、それはなぜかというと、僕たち釣り人が持ってる、プライヤーって。 あのスプリットリングプライヤーとかはここの中ギザギザじゃんああそうですねはいでも本物のやっとこってここの中ツルツルなんでおなるほどセレーションが入れてないのようん、うん、そこすごく重要なの特に僕にとっちゃ重要なのなんでだと思うななんででしょう バーブルスチューンが簡単だからよ。おお、なるほど。おつかんで、くり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 っていったらもうバーブルスなんだよ。うだから現場でバーブのあるやつをバーブルス化させるためにも非常にこれおすすめ使いやすい。うん。これもね、原稿の方にリンク貼っときます。あの僕いろんなやっとこう持ってるんだけど。 現場に持っていくのはね、これいいよ、ステンレスで錆びないし、落ちてがゴムで、うんうん、大きさが何よりよくって、ワンショルダイピッているとき。で、まあ、一つはフックのバーブレスチューンだよね。はい。うん。あとさ、よくあるのが、あの、これほとんどやってない人が多いんだけど、愛のチューン。ああ、大事ですね。 うんすごく大事。でも、うん、一度も気にしたことのない人がほとんどじゃないかな。そうですね。うん僕たちはプラグを買ったら必ず現場行って泳ぎ見るよね。うん、で、あれちょっと泳ぎこれ悪いなと思って見たら、この愛が歪んでたんです。これもちょっとこっち倒れてんだ、愛、うん、が。うんうん、少しこっちへ。わかんないだろうけど、若干倒れてんだよね。 アイチューンするのにもこのやっとこってすごい便利なの。うん。おこれでまっすぐなった。結んで投げた。あ、こんな綺麗の泳ぐよって。うんこ。こんなならないよって。<laughs> こんなになってくるでしょ。なりますね。ね。うん。これがまあ普通のあのチューンだよね。はい。うん。ちゃんと正常に泳ぐかどうかって。もう一つはさ。 ゴンって曲げちゃうんだよ。うん左に曲げました。こっち向きに曲げました、左に。はい、さあ、何のためでしょう。えー、っとね、僕が今、堤防の上に立っていると思って。はい。で、堤防の壁があるよね、こっち、はい。うん。堤防の壁面に当てながら引きたいの。 うーんなるほど。でこういう向きに普通のミノプラグやなんかをキュッと曲げて投げてやるとこの壁をどつきながら組んだようーん曲げてるからこっち行っちゃうのよ。うん、でここに壁があるゴン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 ってでココンってコンって,ンってこ軽い手打ち入れながら壁コツ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 チューンをしてなかったら壁ぎ際に プラグを持っていこうとするとキャストミスしたらダメでしょそうですね <laughs> ちょっと遠かった、うん、もっと際に落としたいのにって、うん、こういうチューンにしとくとね際に落とさなくても巻いたら勝手に寄るんだよ業うんこ。鼻面を壁にゴリゴリ押し当てながらこれをロットワークとリーディングでこう、うん、うまく操作しながらココンココンココンみたいな、うん、そうするとね特にあのテーブギアのチルとかシーバスって何投げても反応しない時ってあるでしょ ありますね。あいつらが反応すんだよこれ。おお<ー>。いやーシークレット教えちゃったな。<laughs> そうですね。コンってで、ね、当たって平打ちと、スイッチ入れないよ、うん、だげいたい魚って。ああ、そうですね。うん。うん、だから、いるのに食わねえ、でもどうしてもこいつやっつけてやりたいやという時の僕のね、奥の手がおお<ー>。壁際のシーバスとか散るときね。はい。 かわせうだから戻しといてあげましょう。<laughs> このやっとこ便利。いもうすでにめちゃくちゃ便利感が伝わってきますね。本当 <laughs>、うん。もうサイズ感も嬉しいし、精度も嬉しいし、僕工具好きだからね。うん。僕買う工具って結構高いもんばっかりなんだけど、これはね、うん、安い。うん。千円ぐらい。おお<ー>。このピンセットなんかめっちゃ高いピンセットはね。 はい当然ルアーをいじったりするのでもう何種類もこの精度の高いやつを持ってます真面目にルアーチューンしようと思ったらこんなもんも必要になってきますうん相象はいらないけどこれなんかドイツ製だよ <laughs> おかっこいいですねかっこいいですねあ水星製だったかうん、うん、あ時計職人が使うようなやつなんだこれ。 ああなるほどあの精密機械工業用のそうそうそうだからスイッチとか多いんだよまあこんなともかくですね、えー、でも例えばそのやっとこがあればこのペラのチューンもできるんだよねあ角度を変えてあげたりそうなんかうまいこと回ってないなとまあ、うん、<laughs> このスープラのペラは回んなくてもいいのよあんまり <laughs>、うんうん、こいつはキラキラさすためがあるので。 ところがそうはいかないルアがあるよ、ね、例えばステップですねはいはいはいこれなんかはそのペラが曲がって回転が悪くなったら全くつまんないでしょそうですねこういう時もね今のあのやっとこちゃんは、うん、超絶便利なのでねそのシャラシャラ有形のってボックスに入れっぱなしにしとくとついつい曲がってたりするんですよね大体毎回曲がってるんで曲がってるんでうん ペラはちょっといじっちゃう、ちゃっちゃって言わしてみてね、自分の好みの音が出るまでチューンしてやるのが、あーなんていうんだろうな、ルアーマンです本来の、そうですね、ルアマンのたしなみですね。<laughs> そうそう、買ってきた袋から出て <laughs> はーいとそのまま投げるよでは、えー、ちょっとまだねっていう、覚えておいてね皆さんね、うん、そうなのよ、よまあね、針なんかはね。 日本の針は優秀だから、今は必要なくなっちゃったけど、こうちゃんと持って歩くわけだから。うん。うん。あれもすりですね、そう。で、ルアーチューンするのに、ヤスリも必然で,です。はい。で、このフックシャープナーね、まずは。はい。平たいやつですね。うん。ダイヤモンドの。はい、あ。よし。もう、昔からアメリカ。 ルアーマンがほぼ全員持ってる。<laughs> これとまあ当然フックを研ぐためにもためのものなんだけど僕はほとんどフック研ぐ時は使わないですね。日本のフック研がなくたっていいじゃん。<laughs> あそ,うでそうですね。だから僕何のためにこれを持ってるかって言ったらプラグチューンなんで。お<ー>このあと精巧のちっこいやつ細かいところをこう研ぐ作業する これ何かというと、リップチューンなんだよ。ああ、なるほど。うん。リップチューンはね、もう皆さんもどっかで見てる方が多いかもしれませんけど、J-BOY、はい。僕はね、リップチューンは昔からものすごくやる。お<ー>、うん。で、今回ね、皆さんにお見せしたのは、J-BOY のこのリップ。J-BOY はこのリップなので40センチも売るんだよね。うん。 でほっとくとポカッとくくポーよねハイフロトだから、はい、これをもう少し先行振動を抑えたいときにカットするわけ、これ、はい。で。そのときに必要なのが、こういう親指の爪を切るような。うん。ニッパーというか。こればっかりはね、申し訳ないけど、安物買っちゃダメよ。<laughs> おおいいやつを買うけど。そそも三千3000円とか5000円とか8000円とか。おお<ー> <laughs> 1万円ぐらいでやってたんだけど。 切れ味が違うんですかうん、うん、で「こんなん大丈夫ですか?」って言われるけどあのこのレベルのものだとカットンカットン切れちゃうんだよ。お<ー>で自分の好みの形サイズまでこう切って落とすわけ。うん,うん、うん、まあ今僕ばっくり切ったからさ適当だけど。<laughs> いいいきななりすごい言ったなと思いま名付 <laughs>、うん、かってたら僕はこれ最終的にノ,ノーリップで使おうと思ってるからああなるほどリップレスにしちゃった、ね、リップレスで通、うん、点でそうするとこの爪切りなんかだとねギリギリまで切れちゃうわけねうんはいでマルガリータと呼んでます <laughs> <laughs> で、最後は、安いでこう、仕上げてと。で、細かい部分は、このちっこいやってて、綺麗に削って、うん、バリ落として、綺麗にして、仕上げて。うん。質問者の方が心配してたのが、穴開けていいかとか、ひびが入ったらとか、要するに浸水の心配されてるんですよ。うん、うん。こういうことをしたらさ、最後はね、エポキシ樹脂を塗るの。ああ、なるほど。 刷毛,で塗る刷毛で塗るやつもあるしいろんなタイプがある。うんうん、そこで <coughs> 今日僕が見た中ですんごい優れものがあってはい、はい、これはね結構とんでもないんだよ。このカットしたやつに塗るぐらいは普通のあのえっと、うん、あのちっちゃい瓶とかに入ってるようなこれはあの薄め液。 うん、これも持っといたほうがいい。薄め液でこうちょっと削ったとこきれいにしてやって、うん、のこんな感じのちっちゃい瓶のエポキシをブラシがついてるからそれでこうピッピッピッと塗ってあげればいいのね。エポキシ樹脂はねそういう使い方もあるんだけど僕がねこれ入手してねしびれたのはねこれですボンディックおお<ー>。これねとんでもないのよ。 ボン,ディッボ,ボンドなんですかああ、いいね。そう。これはさすがのキューベーも見たことないだろう。ないですね。かっこいいですね。あと、まずデザインがなんか、<laughs> 近未来的なデザインで。実はここ UV ライトなんだよ。ああ、なるほど。ほら。あじゃあもう塗っちゃって、ピカッとやってやれば。こっちがポキシ系の。 接着剤入ってるんのよここへ。はいはい、はい、ほら。本当だ。あ、しか塗りやすそうななんかいい感じですね。点滴垂らしながらこうで肉盛りどんどんしていけるの。で垂らしてくっつけてこれでで<ー>あの久、ー、兵多分知ってると思うんだけど例えばしなるようなうんうんものを接着するときにはカチカチにするとそこ割れる原因になるのね。うん,うん。 まあそんなことがね、こういうものを使うとすごくうまくいくんだけど、実際に例えば、ルアーに穴を開けますよと。はいえー、例えばし、どこからかひびがはあるかなんかで、中に水が入っちゃってるプラグとか、ありますね,、うん、ね。捨てるのもったいないじゃん。うん、そうすると、まず、リューターで穴開ける。リューターわかるかなわからない人もリューター調べて。 要するに。うん。<laughs> えっとね、僕が、ルアーチューニング用に使ってるやつ、ちょっとだけ見せとおこうね。よいしょ。はい、こんなやつ。おー。結構使えます。で、この先っぽにヤスリがついてるんだ、これね。うんうんうん。これでブイーンと穴開けてグリ,グリ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 って。で、穴開けて、中に進化が入ってるよね、プラグなんか。はい。 浸水してるやつはその進化が割れ、えー、錆びたりしてるから取り出してきれいに錆びを落とし,して磨いて中戻して穴埋めるわけうううん、うんうん、うん、その時に今のボンディックあとなんかそこら辺のプラスチックでちっこい破片作って穴どとこへ塞いでこれでこれ垂らしてピカーとやって固めて。うん でヤスルで軽く仕上げてサンドペーパーの、ま、500番2000番1万番ぐらいまできれいでやってで、うん、で最後にあのエポキシ1本スッとドブ付けしたりしたらピッカピカの綺麗になるそういうふうにも使えるでしょそういうチューンもあるのとあとね昔メバリングにガ,ガチハマりって、まあ、今でもハマってんだけどさよくやってたチューンがねあのグローチューン。 おうん、でグロー効くよねってなった時に最初フルグローを塗ったわけ。フルグローを塗るとねメバル怖がるんだよね実は。ああもうビッカビカになっちゃうとちょっとやりすぎという,そう。だから今はどんなワームでもメバルよってこラ,、えー、ライングローだったりこういうドットグローだったりするよね。うんそうですねねこれは、ね、あの こういう夜光パウダーなんて普通にアマゾンで買えるので、うん,うんうん。夜光パウダー買いましょう。で、えー、ウレタン塗料の透明なやつ。はい。で、これ、そこにズボーっとつけるでしょう。はい。そこへ、夜光のトラン粉をパラ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 と塗っただけ。ああ<ー>。うん、あの、イタリアンのシェフが塩を振るみたいに。そう。 <laughs> 好みの大きさのもの、好みの量。見えねえか、暗くなって。うわーすごい。おいいですね。そいうか、それ、それ欲しいですね。<laughs> 銀河みたいだろ。うん。僕は銀河チューンと呼んでます。うん。これ、聞くよ。こ,これ、もう、フックもサびサび、中の新幹も錆びてるぐらいだから。うん、ほら。ほんとだ。 うん、ベテラン選手ですねそうこれはもうなん、何百匹釣ったか分かんないぐらいメバルたくさん釣ってる、このカ、うん、パピーは。でね、こういう夜行のやり方もあるけど、僕らが当初やったときは、この中に入れたんだよ。背中に穴を開けて、うんはい、そっから夜行のパウダーを入れた おオレンジ焼こうのパウダーとかブルー焼こうのパウダーとか入れてさっきのエポキシ接着剤であと UV ライト当てて固めてうん,うん、うんうん、ということなの。はいであ穴を開けていけない場所って基本的にないからううんうん、うん、質問者の方は心配されてたけど、うん、穴はどこで開けてもいい。 シンカー取り出すために開けてシンカーを大きくしてもちっちゃくしてもいいわけだ、うん、あと綺麗に塞げばいいんだからさっき、うん、ボンディックとか利用してそこよりも例えばこういうアメリカンオールドワーで一番気をつけないかならないのはこれがねネジネジネジ式なんだよここ。ああヒートンがネジ式なのでってことですはい。これがネジがここの。 構造体の厚みよりネジが長いとつまり穴開けちゃってるのでこの中空のとこまでだからシンカーに塩がついて錆びてるんだようーんなるほど。なのでヒートン使ってるプラグを扱う時はですね、はいえー、ヒートンを打ち替えた時必ずヒートン側の方に何、えー、か接着剤をつけてネジ込んでて浸水しないように工夫をする。うん どうしても心配だったら最後ウレタンドブ漬けすればいいの。うん接着剤でヒートを打ち替えた後ウレタンドブ付漬けすればこう,こういう僕のような失敗まあこれ使いすぎて錆びてんだけどさ。というふうなね、えー、カラーチューンでもこういうちょっとグローをどうするのかというチューンもね、うん、あのすごく楽しいし。 えー、すごい効果的特にメバルなんかにおいてはねうん、うん、こういうのもちょっと真似してもらえたらいいかなと思いますねであのさっきリップがつり切ってねびっくりした人もいるかもしれないけどあのねどのルアーもね意外によくできててはいはいはいリップをなくしたらなくしたでいいルアーなんだようんあのそもそもプロが作ってるんだから

えっと、そうね、過去の作品で見てもらうなら、これは、某メーカーの箕面です。はい。で、リップ落としてます。おー、本当だ。リップ落として、エポキシで埋めてんだよね。うん。ここね。わかるよね。はい。本来、これピッとリップついてるわけだうん。この、すごいサイドフラットじゃん、これ。あいててててててて。<laughs> サイドフラット。 これがすごく好きでこれを表層直下で僕は使いたかったのよねああなるほど、うん、そうするとリップいらないのよだって、うん、弱くするとリップがあるとブルッて潜っちゃうんで、うん、潜らせたくないわけこう行きたいわけいやひらんンとだからまずリップ落として埋めました元が優秀なルアーでは優秀なフォルムしてるのでリップなくても素晴らしい動きするんですおお リップで水抵抗を受けて潜るんだけど落とせば落としたで違う動きが出る。うん、でこのそこそこ太鼓があってサイドフラットを水面で弱った小魚を演出するためにもう一つのチューンをしてるここほうほうほう。背中見て。おそれは浮力体ですか逆。逆重り重り張ってんの。ほう<ー>。これね 1グラムか1.5グラムぐらいある。ほう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 この高さでリップどけて上に重りを張って軽くふわんふわんと弱くしたら何が起きるとパコーンと寝るよね。ああ、そっか、重心を少し上にしてあげてる。背中重心来てるから、ふわ、うんふわんふわんと、こんななんだよ、ひょんひょん。うん、でよよよよよよ、ゆっくりこうシェイクしながら巻くと、よよよよおまっすぐ来ない。 うん、リップがある時はまっすぐ立ってくるルアーなのにリップどけて背中に重りが張ったがためにこうなんところのシェイクしながらやるとでちょんと弱するとパヤーンってなるわけへヘロヘロヘロと沈むからよっしゃーっと食いに行くるああいいですね俺もさっき言ってたようなその堤防際で普通じゃ口使ってくれないシーバスとかうんめっちゃ しょいいですね,ねえああ昔懐かしいやつなんだけどこれもそうだなタイニートピードに夢中になってたことだな20年ぐらい前かなこれはなんでしょうグローのステッカーですねああそうそうさすがグローステッカー、うんうん、これ闇磯専用チューン おお、えー、まえー、闇闇よ。うんうん、闇よであり闇磯線よ。だからこれ世の中に売ってるグローシールの中で一番発酵が強いやつ買った。でこれ貼ってあの現場行ったらヘッドランプでビーってチックを刺しといてピ、うん、ュてでかいメバルつるためにこれ投げるよね。はい トピードでロで車路の推進号十センチ七十センチしかないようなゴロタバをゆーっくり引いてきたりちょんちょんちょんってやって引いてきたりすると、うん、トップだからこれはい、はい、だからガバーって出るんだけど、うん、真っ暗だから見えないじゃん <laughs> そうですね、はい、トップ慣れてない人は がばっと音がしたら、うわびっくり合わせするよね。はい。絶対禁物じゃん、トップゲームって。そうですね。トップゲームって、ばさっと出てもわ、出たなぐらいで、じっと見とかないといけないよね。うん,う,んうん。で、ギュンと持っていかれた始めと合わすんだからね。うん,う,んうん。これバスだろうがメバルだろうが共通項です。うん、その目安、これがシールが。おお、なるほど。 うんこれが水面でこうぼやっと光ってるのがバサッという音ともにスッとこう見えなくなったらキュッと合わすあれです。<え>電気雪の釣りみたいな感じです。嫌 <laughs> <laughs> ない言い方す当だ <laughs> でもあれってテンション上がりますよね。テンション上がるんだから。じわじわっとあれが沈むとね。<laughs> スッと消えるのにたまらんのだよね。<laughs> こういうチューンもあるよ、簡単ではい。 であとね、重りシールがあるんだな。これはね、ウエイトチューンなんだよ、今度はね。うん。えー、あウエイトチューン、さっき見せたっ鉛の鉛のシールですね、さっき貼ってたあ。背中に貼ってたやつね。はい。うん、ウエイトチューンの話をね、したいですね。まあ、さっきはこう、背中に貼ってたのね。これは、このプラグをふらつかせたいためね。うん。 はい、逆にね、沈めたい時があるじゃんか。はいはいはい。なんかないかな。もうごく簡単に言えば、エビえびエビコン、根魚、うん、作るために使ったから、しっかり進化入ってるんだよね、5グラムぐらいここへ。うん、うんだけど、こんだけ浮力があると、ちょっと塩が流れてると、ボワーと流されちゃうんだよね。うん、だから、進化チューンするでしょ。うううんうん、うん。 さすがにこの手のルアーだとこうやってそのアゴリグ進化っていうのかな。はい。これ下げた方が速い。そうですね、うんで。ここがボトムにつくことによって、えー、リアフックだけで十分だし根掛、うん、か,かりしないんだよねこうくるから。こういうのもあるんだけどそうじゃなくてほんのちょっと沈めたい時ってのがあるの。 誰みんなが知ってるメバルの王道プラグの中にリッチ 35F っていうのがあるよね。はい。これでね、当時20年くらい前に僕も散々友達をいじめた <laughs> リッチ 35F 自体は投げてラインスラックを取った状態から、竿でブルッって引っ張るのね。うん。ブルッって引っ張って止めるわけ。コンプリトリーブ。うん、で、またブルッって止めてると、 っってて食くるわけねメバルがで、一斉風靡したっていうか、いまだにすごく釣れるルアーとして人気高いんだけど、はい食わない時があるよ、そのリッチ 35F でも。うーんその時に進化中すんの。これをリッチ 35F だと思って、ここに僕はシール貼るの。全体を沈めるの。うん、フロントの。フロント そのアイに丸いシール状のシンカーをのど真ん中穴開けて切りで、はい、それにアイをこうプスッとさしてここにつけるあその。あアイを包むように上から。そうそうそうでシールになってるからね、うん、でしっかり針が邪魔にならないの爪で木脇を押さえ込んでアイをこうしっかり出るようにしてその0 5ム0 8ムのシール1枚で、うん、1> めちゃくちゃ釣れる時があるのよ。 おで今、えー、大手の、ね、台湾のテスターさんしてる僕の古い友達がいるんだけど、はい、彼連れて行ってリッチ 35F でまあそこそこ連れてたの2人が、うん、2> いや楽しいねってやっててそのうち当たりが止まったのよ、はい、それすぐピンときたからそのシンカーチューンを出して投げてで友達は 完全な当たたりが止まったまま、ね、っ俺の方だけ連れて「<laughs> あれ賀さん何使ってる?」っていうか「うんリッチ35ヘだよ、ほら」って。色まで一緒だよ。まああの頃俺たちはクリアばっかり使ってたから。うんおう。一緒や。君のと一緒やで。でと <laughs>。あほんとだ」二2メーターしか離れてないんだよ。<laughs> <laughs> で俺が投げてるに投げてくるわけよピッて。<laughs> でも俺の方だけボーッてくるわけよ。 シ <laughs> ンカー張ってたん、ね、だここへ。出、う、し、ん、抜けますね。そうそういうこともねあのいっぱいやったねだからこのトーピードでもあのトーピードってめっちゃ浮力高いんだよこれ。もともと淡水用でこれファットボディなので海持っていくと浮力強すぎて。 メ、うん、バルに下からどつ,かるどつき上げられて、フッキング悪いときがあるよね。ああいうときはね、こう2グラムぐらい張っても沈まないからね、こいつ。うん、2グラムぐらい張って、きっ下げてやると、一気にヒット率が上がったりする。というん、それ一つ。あとですね、この手のタイプの進化中、どうするかっていうえ方がある。うん えー、ルアー自体の姿勢をいじりたくない時はこの I のとこに進化貼ればいいの。はい、基本。うん、それが一番簡単。もう何も考えずにこの IX ジボッと押し込んで穴開けて貼ればいいの。うん、そうじゃなくて例えば先行振動を上げたい時はここへ貼ればいいよね、うん。頭を下げてあげて。そういうのもあるし。 近代の理論だとえー、っとねこのメバルなりシーバスなりが好む水中のミノプラグの角度っていや20度下がり30度下がりいや15度ぐらいの下がり方の,、うん、あのステイの姿勢はい何度が一番いいだとか聞いたことないありますね言うよねうんずっと俺たちもそう思ってたよねうんでも最近尻下がりが流行ってんだよね あインクスだとあれですかねあの SPM の6号も尻下がりですよねそうあとナッツジグナッツジグリトリブするとこ,この角度で来てるからねはいこう尻下がりって弱った魚の特徴なんだよねああなるほど元気のいい魚はッと、うん、ガッてこうくるのうんがて絶対で弱った魚はこ,こんなになってるのうんうんうん だから弱った魚を演出した方がよく釣れる時もあるから、そういう時に便利なのが、画面共有するね。<laughs> 皆さん、アマゾンです。アマゾンで、ウェイトシールで検索して。はい。これがね、もう穴くってあって、すごい便利だから。ああ、そうですね。ちっちゃい、もう小分けにちっちゃいサイズになってて、そ<う>僕もこれ使ってますね。あ、使ってるはい。これ楽だよね。 ラグで、すね <S で S が0.25、M が0.55、L が 1.2g。うん、3種類あります。で、大きいやつはね、どんどん大円になっていくの。これが大円って書いたら厚み 0.5mm。これが多分 M だと思う、ね。うんうん、あっちは S になってるな。あ若干大円なんだね。S でも。これがおすすめ。 これを3種類ぐらいあのサイズ持っておけばはい LL だとこんな楕円になる。ね。これがね、とりあえず道具箱にこれ入れておけば現場であのフローティングの1種類のノープラグになりトッププラグが3種類ぐらいのプラグが作れちゃう、現場で。そうですね ウェットボプラグのところに何枚かひょいって入れ入れてます。ああ、やっぱり。ボックスの中にね、結構入れてみ僕もあれの中入れてんだよ、あの、ミニ、ランガンコンテナのミニの中あはい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 。パラパラって。はい、これもおすすめです。よいしょ。えー、っと、おもう一個見せるの忘れてたよ。ほうほう。これか。さっきの。 あのエポキシ固めるやつははいはい、はい、紫外線で固まる液体ボンド UV 接着剤と比較してみたこ,この人のね説明素晴らしいのでねあの本気でいろんなことをやりたい人はねぜひこの人の見てくださいうんまず接着剤100200300400 このの接着剤の種類でが分かれます硬化、うん、タイプ硬化タイプ硬化タイプ硬化タイプあミディアムソフトだからソフトタイプ使えばこういうシナリオが効くようなこの接着もできちゃうんだよね、うん、こういうのをね基礎知識としてまず持っておいてもらうといいなでさっきね僕が見せたボンディックのようなやつでどこまですごいことできるかっつったらねあの 肉盛りしてる、これね。あ、本当だ。うん。肉盛りできるんだよ。おお。これで最後ちょっと削ってあげて、形とか。<ー>ふっかーつみたいな。すごい。すごくない? <laughs>。これすごいな。<laughs> 大丈夫なんて思っちゃうけど、作るんだよ。レンジバイブ君が、真っ二つですね。<laughs> うん あと綺麗に埋めて削ればねうんこんなメガネなんてこれがつくのかと思うけど付くんだよ今時もっと丁寧にやろうよお兄さん歪んでるぞ <laughs> あ、でもそうかこれ曲げてちょっとし,、ね、しなりがあ、ソフトタイプ使うあなるほどすごいよね おあ、そうか、絶縁なので、こういうケ,ンブケーブルとかにも。えっとね、防水で絶縁。ああ。素晴らしい。これこう、一家にワンセット置いときたくなりますね、なんか。いつ使うかは。お<ー> <laughs> ワイングラス。えー、ああ。やるよね、ワイングラス足掘っちゃうもんね。 ですね。ワイングラスの割れた足復活 <laughs> すごくないかこれ <laughs> いいかですね、えー、ということでねあのー、ここまで駆け足にいろんなことを説明してたんですけど、えー、例えばあのエポキシー効果テクニックがなかなか説明も素晴らしい YouTuber さんのリンクとかあとボンディックさんの公式 ページのねリンクなんかも原稿の方には貼っときますのでねぜひ参考にしてくださいえー、っと久なんかネタ持ってるんじゃないちょっと最近使ってるおすすめのがありましたリオンちょっと画面を共有してもらえますか先ほどお送りしたの久ベが何やらチューンのチューン材料だよねそうですそうです いいいネタ持ってるみたいなんで、見えたかな見えました。これがですね、ザップさんっていうところが、フローティングボードという、この浮力体の薄いシールを売ってましてね。はあ。これよく見ると、もうちっちゃく切れ目入ってて、もうピッて切れるようになってるんですけど、うん、まさにアミコンとか、それこそ SPM の 65SS みたいな。 メバリングプラグにこう貼ってあげるとですね、浮力が高くなるんですよ。ええー、こ,こんなもんがあるんだ。そうなんです。で、シールでピッて貼るだけで、<う> SPM がよりさらにスローシンキングになったりとかで、お<う>使えるというね、でもうただ貼るだけなんで、えー、すごく便利なんですよ。これもなので。 おそれはちょっと面白い。ちょっ YouTube でそれ見てみるね。はい、YouTube に行って YouTube の中で今のをコピペザップフローティングフォードます、ねね。あ、アメリカなんだ。Hello, this is Doug Kirk again. I want to introduce you to the floating board. If you want to add some buoyancy, some float to your any bait that you want, You just attach the floating board. It comes in this little, little four by three package. Half of it's pre-cut. You can see it here on the bottom of the flit. Ooh, if you want to add buoyancy, five. if you want it to float head down, head up, just attach them. You know where Adapted. you see fit. You can cut them <laughs> longer and keep that thing way up on top. If you want to put bigger hooks on your top water baits, you want that thing to float up with those big hooks on it. Attach the floating board from Zappu. プレミア、ターミナルタカル、マニファクシャル、フォンジャパン。ザプータカル、ゲームエタカルウェアハウス。<laughs> なるほど。そうなんです。浮力を足してあげるというシールを発見しまして。さっきまで僕が説明してた、そのシンカチュンと真逆なことを、そうなんです。同じようにやればいいわけだな。そうなんです。でもシールでいらなかったらピッて剥がすだけなんで。なるほどね。これは面白そうだね。 そうなんです。あの、アミコンとか、あのアミコン 40S をもうちょっとさらに背中に貼ってスローシンキングにしてあげようとかがちょろっと簡単にできるって、お<ー>楽しいんですよ。という最近のキューベの発見でした。<laughs> <laughs> これもリンクで貼っておきますね、皆さんね。いやー、ということで、ほぼ説明できたかな。なとこかな。 あとなんか残ってないかな。シンカーチューン、ウェイトチューン、フックチューン、カラーチューン、フローティングチューン、シンキングチューン、アイチューンまあそこぐらいまでかな。そうですね。一通り。<laughs> うん、一通りね、説明できたと思いますので、うん、ぜひ皆さんあの、ライトゲームマニアの原稿と、この動画と見比べながら、なおかつ原稿の中に、各 YouTube ではその他メーカーさんのね、リンクを貼っておきますので、 えー、一つ参考にしてくださいあの何より、ね、やっぱり、えー、僕つくづくねこの2三3 0年思うんです30年くらい前までのアングラーはね、はい、全部自分でいじって工夫してた。近年、うん、<laughs> になるほど全部吊り下げのまんま使ってる、うん、そこがねあの何といっても実に悲しい。<laughs> <laughs> あのいじらないからそのものの持ち味であるとか良さであるとか本質が見えないにつまたってもそ、うん、こそこの何だからいい釣れるっていう単純化されてしまうの,頭の中たま識、なかもしれないそうじゃなくて実際に魚が釣れる理論っていうのはもっと多彩でもっと複雑で緻密でしかもランダムなんだよ現場行くとね。 うん確かにそ、うん。そこにどうやってアジャストしていくかって言ったら市販の釣り下げをそのまんま何十種類も持っとかないといけないわけ。<laughs> そうです、ね、だからチューンの仕方を覚えたら<れ>もうワンメーカーの1ラインナップだけでいいのよ。うん。普通にフローティングサスペンドシンキングヘビーシンキングの4つを持っててそれにプラスアルファでいろんなチューンしていけば40個ぐらいプラグ持ってるのと同じ効果が出てくるのね。うん、うん この辺、あ急で、最後の一個だけネタ思い出した。お、んでしょう。それだけやって終わりにしましょう。えーとね、はい、じゃあ最後にワームのチューンを。はい、お願いします。ワームチューンはね、あんまり、あの、難しいことは言いません。もう一番簡単なやつだけ。例えば、ここにテールマッカトニっていうね、インクスレベルの新作の。はい。これ一番簡単なチューンは、テール、 グラフこれをちぎってイモグラブにしちゃう。ああ、それはやばいやつですね。やばいんだよ、これ。あのね、やばいですね。<laughs> こんなお団子みたいなもんで、ね、魚釣れるのってみんな思うかもしれないけど、尻尾がついてるからこそ釣れる。もう分かるんだけど、尻尾がないからこそ釣れる場合もあるのよ。うん。特に根魚は効くよね、イモグラブ。効きますね。 ちょっと釣れすぎる時があるんで、うん、僕も発売から1年ぐらい経ってからつぶやこうかなとか思ってたぐらい <laughs> <laughs>、はい、<laughs> まずは皆さん、普通に使ってもらって、今年ぐらいから行っていこうかなみたいな。そう、で、これさ、無理にちぎることない。うん。テルマカトニーでネタかなつってたら、すぐちぎれるから。<laughs> あと、フグにね、やられたり、ね、フグにやられて、うん、それを捨てない。うん。 オフセットフックさせてるからここが裂けたりする。はい、うん。それを捨てない。そうですね、うんあの。一番柔らかいエポキシ接着剤を持っとくの、バッグの中。うん、裂けてるとこへつけるの。うん、で、ちょっと置いとく。あのでライ、UV ライト当てたらすぐ固まるから。うん、一番柔らかいの持っとけば、ワームはね、結構自由自在になるんですうん で、ああ、そんなん忘れたよーとか思ってても、例えば、これの長いやつ作りたいなと思ったら2個つなげたらいい。なるほど、なるほど。で、どれぐらいつながるかって言ったらね、簡単だからね、あの、エポキシなくても。マカトに切っちゃいました。はい。でもこれさ、 100円ライトは1個あったら復活できるんだよ。で、これバスやってた人たちは普通に知ってるよね。うん。100円ライトであぶれば、とっとっとと,と、落としちゃった。 目が悪いいからずずれれてるるく <laughs> くっっっつつたきますねう全然釣りになるので、うん、だから僕らバス一生懸命やり込んでる頃はいろんなタイプのワームくっつけて新作ワームその場で作って <laughs> おこののが釣れるだな,なんてのは普通にやってたからね、うんはい、まあさすがにねライトゲームのワームはワームがちっちゃすぎてそういうのは難しいかもしれないけどこうほら。 ちぎれなないんだってりになるレベルでねそうえー、まあこれ簡単に言えば塩化ビニールなので炙れば溶けるしと溶けて溶けてくっつけてフーって冷やせば最初からつながってるのと同じぐらいの強度が保てるの。うんはい、<laughs> このチューブを最後に、えー、今日の深掘りは <laughs> これまでにしましょう。<laughs> プログってあれですよね、一個とにかくやってみて、すごい釣れたり、一人抜けがけできたりすると、もう一気にまたやろうってなりますよね。絶対に知ってた方がいいし、やった方がいいし、で、やることを恐れない。<laughs> うん、いいじゃん,、うん。で、捨てない、大事にする、いろいろ使えるから。 <laughs> そうですねあの壊れちゃったやつとかからね始めてみるのもいいですしねそうそう思い切って削って形変えてみるとかね、うん、いらんなことやれる例えばプラグでもねこれ言い出すときりないんだけどさあのプラグもねあの炙ってやると曲がるんだよああ<ー笑>そ,、ねそ,ね、そう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 ま、ん、っすぐな実のをこういうへの字にできるんだからバーッとぶってキューッとなって,ってうん そうすると、ほにょんほにょんという動きになるんですね。うん <laughs> と。ということで、皆さんもいろいろ試してください。はい。じゃあ、レオン師匠、今日はあの、不活リボリ、ルアーニューサール連動とのスペシャル編ということで、ありがとうございました。豪華な回になったのではないでしょうか。いやですね。<laughs> はい。<laughs> はい、じゃあ、皆さん、ぜひ、あの、この動画から見た方は、ぜひ、あの、ルアーニューサールの記事の方も読んでいただいて、あの紹介したね、はい、製品とかいろいろリンクも貼ってます。 概要欄に、はいえー、ライトゲームマニアのね、うん、あのリンクも貼っておきます。はい。はい、ぜひそちらも見ていただければと思います。あと、引き続きですね、この不活リボリで取り上げてほしい質問などのテーマも募集中ですので、なんか、りょんさん師匠、こんなチューン教えてとか、またこの動画を見て思いついたことあったら、ぜひコメント欄までお願いします。はい、あととこののチャンネルの登録と 動画へのグッドボタンもぜひ押していただけると嬉しいのでよろしくお願いしますお花火出ましたねはい <laughs> <laughs> じゃあレオン師匠今日もありがとうございましたはいありがとうございましたじゃあまたね